どうもありがとう。今日はこんなたくさんの人の前に出てとっても嬉しいんですけど、私は実は2ヶ月前に子供を産みまして、はっきり言って今お母さんなんですけど、子供を産んでから特にね、危ないって自分が危ないんだって知ってるものをそのままにしとくってことがどれぐらい怖いことかってことにやっと気がついたんです。それで今日そういう意味でこのコンサートに出演できたってことはとっても楽しいことだし、自分で子供を産んだってことを後悔したくないっていう気持ちもありまして、すごく個人的なことでゼロだとあんまり関係ないんですけど、ただもう危ないって分かってるもんに、ね、知らん顔することはできないなっていう気持ちはすごくしてるんですね。で今日本当にこのコンサートに出てとっても嬉しい。でみんな最後までゼロの演奏も楽しんでください。
今日は本当にどうもありがとう。それでは最後の曲です。囚われ退屈な。